さらである、ヒューヒュー、イエーイ、めでたいね。あ、なんかちゃんとしたのまで、ありがとうございます。あ、ばばばば、ありがとうございます。こんなサービスまであるんです。店長自ら映ってないのがちょっともったいな。いやー、あとはもうパークラーさんで飲んじゃって、あら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 、もういただいてください、はい、一緒に。ゆうさん宝かなと。ゆうさんゆうさんいただきましたよ、イエーイ。はい、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、味噌洗ってる前に、味噌洗ってる、いい子やん。では、すーちゃん、お誕生日おめでとうございます。ありがとう、皆さんありがとうございます。いただきます、イエーイ。はぁ、めでたいですね。めでたさ、飲める。じゃあまた、あれですか、17歳ですか。うん、17歳か、もう17歳かって思いますよね。ね、うん、
もうそのみりんちゃんがさ、うん、7周年っていうのを意味深にやってて、なんで何の7周年かを言わなかった。え、何があったの？何なの？7周年ですって言ってて、うん、やっぱ私6周年じゃないですか、うん、でみりんちゃん なんか先輩なのに、うん、やっぱりなんかネムさんの方が先輩ですねみたいなすごい言われるんですけど、みりんさんの方が先輩ですからね。それを言うことによってね、はい、みりんの手口です。そうそうだよ、みりんの手口ですよ、本当に恐ろしい。みりんさんはね、学歴こそないですけどなんかでもすごいもの、すごい脳をしてるよね。うまいよね、なんかね、うん、正しいんだよ、あれ多分動物として。そう、動物としてね、ちゃんとして生きてますよね、あの人。ちゃんとね、ステップの踏み方知ってるんだよ、うん、そうだよな。すごいよ今日公開収録ギャラリー食べちゃいますか。じゃあ食べ、食べよう。いただきます。ということでですね、今日私ちょっと誕生日迎えまして、このような感じでありがとうございます、お花をいただいたり、おわぶわおわぶわケーキをいただいたり、シャンパンをいただいたり、ということでご機嫌にやっていきたいと思います。今日のお便りのテーマがですね、はい、吉川素直に〇〇要素があったらもっと押せるです。いいですね。さらにもう一つ足すことによって、俺的にはこれが足りなかった、吉川にはこれが足りないっていうのを教えてもらえると、この1年であなた好みになるかもしれないので、俺が育てたということですね、うん、的な。でもさっき来てるお便りちょっと見てたの、うん、そしたらもうちょっと底はかとないエロさが欲しいみたいな。もう結構エロいじゃないですか。そうだから、エロくない人が無意識に出すエロがいいのであって、え、だからそこをマスターすれば完璧だと思いますって言われたけど、もう今まで散々いやらしく振る舞ってきて、なんかさ、いやらしくない人のエロを求める人ってさ、うん、にわかだよねよくわかんないそうなのもうね、でも騙されたいってことなんじゃない。だから本当はエッチなんだけ ど、ちょっと俺を有効なんていう、え、本当はエッチじゃない女がさ、うん、揺らしたところでやっぱドエロでしょそれ。うん、結局エロい女だよね。まあね。じゃあでもその人は俺にだけエロいやつが欲しい。なるほどね。じゃあ、うん、ね、俺にだけエロいっていうのを売ればいいんだよ。ブロマイドみたいに。なるほど。このブロマイドは本当あなたにしか売ってないの、本当はって言って。そうそうそう。あなただけのって言って。あなただけだから、なんかその人が二の腕っていうキーワードを入れたら、もうその人のための二の腕のブロマイドが。すごいね、本当にちゃんとやるんだ。やる。嘘じゃない、ね、V で君だけだよっつって100通出してるとかじゃない本当はこのほくろ見せないんだからねみたいななるほどね、はい、なるほど。いや難しいわね、それは無理だなって思った。確かに私もなんか そこはかともないエロってむずくない。なんかエロいからさ、エロく見えてるわけでしょ、うん、やっぱ。いや、あ、でも違うか、みりんちゃんとかエロくないけどやっぱちょっとエッチな時あるよね。みりんちゃんはね、ちょっとエッチだよね。ね、わかる、うん、ああいうことか。あれ難しい、あれは難しいよ。あれは天然もんだもん、ね、うん、難しいですね、あれはね何のラジオ、何のいただきます。召し上がれ。なんつうか、ね、そうで、最近ね、うん、私の CD とかを買ってくれた人も、はい、そのタヌピオから入って、うん、ネムキューの横でエッチなことを言うお姉さんだと思ったら、うん、ちゃんとアルバムとか出してるんですねみたいな。はい、一応やっております。出してる、エッチなこと言ってるお姉さんって立ち位置最高だね、うん、いやでもそう、私そのツイート見た時に、いやそっちが正しいです、エッチのお姉さんです。なんかそっちの方がいいよね。エッチのお姉さんなんだけど、たまに CD 出してますぐらいでいいよ。エッチのお姉さん8割の CD 2割。そうそうそう、いいね。で CD もいいじゃないっていうこと。CD をなんかそこはさ、ちょっとさ、本腰入れてない感じがさ、逆にクロートっぽくてかっこいい、うん、本業エッチな感じなんですけど、本業はエッチっておかしいな感じそれはちょっと語弊がありますね、うん、でもこれがいいな、うん、なんかこう、壇蜜さんがさ、うん、何の方なんですかって言われて、エッチなお姉さんですって出てきた。じゃあいいよね、いい言葉だなと思って。そこ夢しかないよね、うん、なんかずっといられるじゃん、そのままで、うんうん、歌わなくなっても、そう、エッチの姉さん、嘘じゃない、ずっとエッチだもの、
3つ。いいな、なんかさ、エッチさみたいなのってさ、やっぱ尽きてくんじゃん、うん、まあ、分かんないけど、枯れんのかね、物にずっとエッチの話してるって言われてタルピはずっとエッチの話してる、ごめんねごめんね、うん、こういうラジオ、こういうラジオごめんなごめんなって言われちゃった後輩たちにもね、不良ひねられる、そういうなんか、うん、確かにおかしいなラジオですね真面目な話しますか、まあ、スーちゃんがどうしたらもっと押せるかっていうところ、うん、そう、そこはかとないエッチ以外は何かあるんですか、いろいろありましたってね、でも一応最初のあれですかね、コーナーからいきますかね、そうですね、では、ズバッと解決しないかもタヌピア相談室、イエイ、今日もですね、新年から皆様のお悩みが届いていますので、まだ悩んでんのみんな、いや流行んないよ、悩んでもよくわかんないコーナー全員流行んないよってなんだ、いや悩み流行ってるよ、流行ってんね、悩んでないやつなんかいないから、いない、トレンドだよ、マジトレンディ、いい加減、エロとエッチは違う、エロとエッチの違い難しいよ、最近2人の口からエッチという言葉が尋常じゃないぐらい連呼されている私さ、それのせいでさ、うん、ビンキーにさ、うん、なんだっけな、ネムちゃん、ネムの持ち感が増えたみたいな、うん、話をしてて、うん、ビンキーが、うん、なんか、ま、私もお餅好きなんで、うん、いずれいただきますねって言われたの、うん、いずれいただきますってエッチじゃない、うん、と思って、なんかそれさ言ってなかった、そう、ツイートで書いたの、私ファボったよファボってる、うん、で別にピンキーに言わなくてよかったのに、インターネットでエッチだねって書いちゃったんですよ、書いてたね、あれ、うん、エッチだねって言葉は、うん、タヌピョでしか言っちゃダメだったって怒られちゃった、怒られちゃった、怒られてないけど、うん、あの皆さん、タヌピョ知らない皆さん、ファンの皆さんから、うん、ピンキーちゃんには早いですとか、あ、怒られちゃった、変な言葉を教えないでくださいとか、うん、そういう風に見ないでくださいとか、うんうんうん、お叱り、まあね、叱咤激励、もっとやれ、いろいろいただきまして、せっかく大人になりたがってますから、少しずつね、そうだよそうだよ、大人ってそういうことじゃない、どうなんでしょうねお悩み、お悩み、意外と悩みねえの、切ったと思ったんだけど、あ、ネムの WWDD のうん、新アーシャの太ももが押せるという、お、いいじゃないですか、見ました、見てない、まだ見てない、見ていただいていいですか、マイスター、太ももについてはうるさいですよ、あ、いいですね、どうですか、いいですよ、このね、なんかリサチーの清純に並んだ太ももの隣に、待って待って、リサチーの清純ってリサちゃんだって太もも見えてるんですよ、見えてんだけど、うん、やっぱちょっとスラッと立ってるだけだからさ、立ってるだけですね、やっぱこの角度っていう必要ですよ、この、なんていうの、開き開き開きが、角度が、開き具合、三角定規、そうですよ、はい、黄金比で夢見の三角形、ね、ここになんか黄金の回転感じるよ、感じる感じるいいと思うよ、ありがとうございます、いいと思います、2015年は、うん、シリタブは隠していこうと思うんですよ、シリタブね、シリタブってご存知ですか皆さん、私さ、シリタブって言葉さ、うん、去年ぐらいまで知らなかった、私も去年まで知らなかった、でもシリタブってじゃあ普通に使う言葉なんだ、いや分かんない、結構えぐめの、うん、そのなんていうかボーイズラブというよりはだいぶマジな感じのはいはい、はい、なんかサイトにさまよって行った時にガチエロ本みたいなことですね、そうシリタブをガッと掴んでみたいなのを見て、あ、なるほど、シリタブって言葉知らなかったけど、うんうん、でもなんか理解できるじゃん、うんうん、できるただけ、うんうん、なるほどねと思って、だからシリタブを初めて聞いた場所がそこだったから、ちょっとし、あ、シリタブって思う、ちょっと、私魔法少女未満の進化版の衣装を着た時に、うんうんうん、お尻丸見えだったの、そうだっけ、やばかったので、あれはもうやっちゃいけないって思ったね、そうなのね、本能でなんかあるんだ、だからもう今年からはもうあれが最後、お尻を出すのあれが最後で、でも水着は、水着もそんなやんないから、年に1回電波の神々でやるぐらいだから、なるほどね、うん、でもなんかさ、取っときたいみたいなない、何よ、シリタブ綺麗なうちにみたいな、
もう十分撮ったでしょ。もうそんな綺麗なうちじゃない。撮った。日が撮ってた。ヌードは撮ってないね。ヌードは早いんじゃない？撮っといて、うん。あ、なるほどね。ただ記念ね。なるほどね。で、二十歳ぐらいの時に行っても、今二十歳じゃないのがもう丸わかりだけど、ぐらいって思ったけど、でもやんないまま、もうここまで来ちゃったから、もうやんなくていい。なるほどね。そっか、なんかヌードは逆に売れてからのイメージある。ああ、そうなんだ。いや、脱がないですよ、脱がないですよ。言いませんけど。ニャムに似てるみたいな方々が結構脱いでくださってるんで、もうそっちにお任せして、ね、私は服を着ていこうと、服を着ていこうと思います。着ればいいじゃない、うん、悩み。2015年服を着るのが流行ると思うな。でも結構もう流行ってると思うよ。服着んの流行るよ今年。結構100年間違いない1000年単位で流行ってる。なんかあんま大した悩みがないんで、うん、やめよ。やめよ。いいかな。雑になってきましたね。雑じゃないよ。あ、海のエロ大三角形。エロ大三角形。ああ、あと恋の悩みだったから、じゃあ次のコーナーに。普通のお便り、普通のコーナー。今日は吉川素直さんお誕生日でございます、はい、ありがとうございます。ということで、吉川素直にこれがあったらもっと押せるというテーマになってますので、あなた的に足りなかった部分をぜひお便りで教えてください。まあできるとは限りませんが、できる限りやれるといいな。では、うん、やべ、その、うん、インター FM ラジオ出演が、うん、24時半からインター FM で始まるんで、皆さんそっちをメインに聞きながら録音しつつ、こっちもアーカイブでタヌピは半目で。いい加減で、それでは、ラジオネームどうでしょう半紙さんからいただきました。はい、ヤマキュンスーさん、こんばんたぬぴよ。こんばんたぬぴよ。今更ですが、明けましておめでとうございます。ありがとうございます。そして、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。テーマですが、僕は昨年たぬぴよを聞いて、スーさんを知ったんですが、はい、スーさんはもうエロさがにじみ出ていて、その面に関してはお腹がいっぱいすぎです。またかっこいい歌はもともと音ゲーが趣味で、感動すら覚えました。そして求めることですが、僕は新規な方なので、スーさんが出会わせで働いていた頃のことはよく知らないのですが、エロさとかではなく純粋な可愛いって感じの面をもっと垣間見たいです。垣間見したいですって書いてある。かわいい。いかんせんスーさんといえばかっこいい大人といったイメージがあるので、そういう面を見たいです。そうなんですかね。スーちゃんの可愛いところだってエピソードあんの？ある？みんな赤歌いちゃって。ないです。嘘無理しなくていいよ。はい、りゅうくん。そんなことしてたっけ？これみんな聞こえた？今話したことは、スーちゃんの生誕イベントが毎年やってたんですね、昔ね、うん、27時間だっけ？最初はね、24とか6ぐらいだと思うよ。じわじわ長く、だんだん増えたんで、スーちゃんって今となってはってか、今もか、寝ちゃうんですよ。そうなんですね。スーピオってもう、スヤピオって呼ばれてたぐらい寝ちゃうキャラで、でも寝てね、来ないとか、よくあったんですけど、でその二十何時間もやってるから、スーちゃん寝るタイムもあったんですよね、うんうん、
逆に寝かしていただいて、でその寝てる時にあの社員という社員で時計を営業時間後に合わせてドッキリを仕掛けて私でも全然覚えてないんだけど超慌ててその後どうなってしまったの、どう、何、あ、てってれみたいな看板、最後のキャンベルだよみたいな感じで、でみんなドッキリでしたって言って、すーちゃんバカだねって言ってみんな笑ったっていう笑っただけで終わりなの、笑われて終わりなのそんな回収がアハハバカだねっていういやでもね、あのこれに関してはですね、ひどい話だ、いやちょっと聞いてください、ここディアステージ電波ビル店がグランドオープンした時、もうここだって6周年とかだよ、もう5周年だか6周年だか7です、7です、うん、6年くらい前にもうついにこのビルがオープンするっていう時、もう福ちゃんと私もうその最後の5日ぐらい全然寝れなくて、もうグタグタになりながらいろんな準備してたんだけど、でもう最初のオープニングセレモニーみたいな、光のキャンベルイエーイ、新しいディアステージよろしくお願いしますって言ったと、その後もう寝なんか寝てて、で起きたら最後の光のキャンベルだからみたいになって、あはいみたいな感じで本当に終わりの時間でもリアルにあったこと最大みたいな、ないではない、なるほど、辛いですよ、でも可愛いじゃん、騙されやすいっていう、いやでもしんじちゃんだってそこでさ携帯見たらもう終わりなわけじゃん、確かに7時じゃんみたいな、確かに、お腹が減りやすいのか、あ、お腹減りやすいねどういうこと、昔さ腹ペコダンスしてたじゃん、してた、お腹がすくと常連さんの前で、そうそう、なんか腹減ったなっていう、腹減りダンスを踊ると体で表現、常連さんがやべやべっつっておごってくれるっていうやっぱちょっと口でね言うのは、あのなかなか奥ゆかしいんで私も、ということで体でね腹がどれだけ減っているのかっていう、全然刺さっちゃって丸餅に刺さっちゃってんじゃないですかっていう感じで、いやそういう可愛いとこがあったんですよ可愛いかかわいいかわいい、騙されやすいとは思う、基本的にとりあえず話信じてから進めるから、うん、偉いな、うん、だいぶ後になって、あ、あれ嘘だやばい恥ずかしいって思いつつ、もうそれの旬とかだいぶ過ぎてるからセーフみたいなもじもじしながらちょっとその日を過ごすみたいな、うん、いいのいいのって感じであ、お裏で流してくれてんのかこれ、来てますね、なんて画期的ないい歌かかってますね。では続きまして、ウォーリーさんからのお便りです。スーさん、ネムさん、こんばんたるぴよ、こんばんたるぴよ、でも誕生日おめでとうございます、ありがとうございます。スーさんに欲しい要素はやはり巨乳です、 G カップ以上誰、めっちゃいい人だねこの人、わかりやすいね、ウォーリーさん、なんかいいね、やっぱね、おっぱい大きい方がいいんですかね。私もね、減ったんですよ。減ってんだね。私ね、未だにデブデブ言われるんだけどさ、うん、結構痩せたと思わない、わかんない。えかーん。そんなにまず太ってたと思ってなかったからわかんないんだよね。そっか、でもめっちゃもって、うん、すっごいデブデブ言われてて、すごい嫌で、デブ嫌だなと思いながら過ごしたんだけど、最近別に並んで足めっちゃ太いとかじゃなくなったつもりなのね。うん、なんだけど、したらやっぱおっぱい減って、しかもデブって言われるし、おっぱい減ってデブ最悪だなと思った。つらいね。おっぱい大きくしたい。大きくしたいの、うん、いいんじゃないの、ほどほどにあれば。ちょっとある方がいいじゃん。ないわけじゃないんだからさ。でもあんまないよ、もう。なんかでも、別に本当の父はそんなになくていいと思う。本当の父はそんなになくていいそう、だってあそこに追わすディアステージ笹釜リスコ店長も言ってました、はい、ブラジャーを2枚つければいいんだって。そうです、私その後ブラジャー2枚つけたらすごいかったよ、漏れた、なるほどって思った。店長の言うことは間違いありません、間違いないね。みんなもついてきました。あとやっぱリュウグ魚のクイックルワイパーを、何それクイックルワイパー入れんの、他にあるでしょ、これ以上入れない、いろいろね、まあ、大体言いましたけどね2杯入れてましたよ、あのね、2杯だよね、2杯もともとモノロゼのレナちゃんが2杯入れたいっすよ、2杯入れよう、あのよく私の画像で回ってるあれなんだっけ、フーターズ、フーターズのコスプレしてる
ただのエロい女みたいになったね写真があるんですけど、うんうんうん、あれ2杯入れてるんで私のおっぱいでありません。ごめんなさい。やっぱね、アイソックスには夢が詰まってる。そうよ。うん。割とマジで普通のお便りがいっぱい来てる。ありがとうございます。お祝い的な。いやー、そんな祝っていただくようななんだろうね。もう超お祝いモードですよ。めちゃくちゃお祝いしてもらっちゃってなんか嬉しいですよ。やっぱこの間久々に、うん、っていうかまあ1年に1回ぐらいしか集まんないけど実家でみんなで集まったんですよ、うん、家族で、はい、でも食べてお参りしてのんびりして、うん、じゃあ帰ろっかってなって本当終わりぐらいにそういえば誕生日だったねみたいな、あ解散みたいなふわっとしてる。何もなかったな、それに関しては。そうね、まあ別にもうみんな大人だしみたいな。なんか買ってあげる。いや大丈夫だよ。何がいい？あ、でもね、帽子。オッケー、帽子ね。これさ、これね、これに合ってるね。ほんと今日さ、違う帽子があったんだけどさ、うん、なんだっけ、私見たふーちゃんのツイートで見たんだけど、うん、イメージがつかなかったからちょっと説明してほしい。あのね、何を言ってるかわからないかもしれないけど、うん、みかんを買ったの。みかん、そしたらみかんの足が結構早くて、うん、そのもう袋ごと腐っちゃう。やっぱ1個腐るとパパパって腐っちゃうみたいな、うん、うわーってなんか緑になっちゃって、うん、うわーって思って袋ごと捨てたの、もったいないけど、うん、っていうことが何日か前にあったの、うんうん、そしたらなんかわかんないけどその服が机の上にあった、うん、でそうちょっと机脇にニット帽がちょろって置いてあるとこがあったの、うん、でなんかいたずらのみかんがニット帽の中に入ってたの、うん、1個一つ、ね、うん、でニット帽の中になんかこう緑が、はい、ナウシカみたいなこと、そうそう、正気出てたよやばいと思って。お気に入りのニット帽、あでもね洗えばいけんじゃないの。いやちょっとそのまま丸めてみかんも触れないからそうだね、捨てちゃった。でも結構気に入ってたんだけど、うんうんうん、なんかあれがついてたの、これぼんぼり、ぼんぼりのなんかボフみたいな、もうちょっと毛っぽいやつ、動物のファー的な、がなんかいつの間にか取れてて、うん、あ、寂しいって思ってた帽子だった、うんうん、寂しさが伝わっちゃったのか。何色の帽子がいい？あ、黒とか紺とか使いやすいやつ、ね、意外と地味で。ちょっと見てきます。やったー、ありがとうございます。ゆめみさんの誕生日何か、はい、お願いします。わーい、いい誕生日ですね。本当ですよ、ありがとうございます。ほんとね、いやでもすごいんだなと思って、やっぱ私の家族って割とみんなマイペースなのよ。さすが私の家族だな。確か去年か一昨年にアイカツの説明とかもしたはずなのに、うん、なんか最近何やってんのって言われたからいや、まあこれこれこういうのをやったり、鍋ね、鍋のやったり、例えばいろいろちょっと担当してたやつとか今劇場でやってるよって話をしたの。そしたらなんだっけそれみたいな、あ、わかんないんだみたいなすごいなと思って。でもなんかちょっと言ったらな、お父さんとかは馴染みのないジャンルじゃん、その息子、うんうんうん、超ちっちゃい子供がいたら馴染みあるけど、ね、その年に1回聞いたことをちょっとわかんないかもね。そうそう、まあ、でもやっぱちょっと温度差あるなと思って、あ、お姉ちゃんが本出すよって時にはみんなサイン会とか超行ったの。そうなんだ。そう、でもいつも寂しがってるよね。ちょっと寂しい。でもなんか多分うちの家族こういうもんなんだなということで、私が家族を作るときはもうちょっとなんか子供のやることは応援する。じゃあご覧、はい、見てこの素直ファン一同本当ですよ、ここに家族がいますから。そう、十分です。でも私も家族欲しいな。わかるよねえ、うん、いやー、なんでね、ファミリーを作りたいね。私もなんかもうさ、この話ばっかで本当に申し訳ないんだけどさ、うんうん、年賀状がさ、うん、みんな結婚式の写真だったわけ。へぇ、そうなんだ。見て、なんで、ちょっと待ってね、すごいよ。でも友達もさ、子供生まれてさ、
大きくなったねなんて言ってたら、えほら、へえ、いいじゃない、すごくない？でね、うん、この自分の結婚式の年賀状送ってくれた子が、うん、こうゆうこちゃんって言うんだけど、うん、ちなみにひとみちゃんも結婚して今年の年賀状ウェディングだったから帰ったらシャミするね、うんうん、わお、みんな結婚式の写真がちょっと年上なんですけど、私のが、うん、私もちょっと上のお姉さん友達だけど、うん、子供生まれて、うん、大きくなったねとか言って写真見て言ったら、実はもう2人目がちょっとおめでたいと心からおめでたい、素晴らしい、やっぱね女はね、うん、子供を産めるといいね、ね、今大変だよね、うん、なんかなかなかさ、まだわかんない、生まれないとかさ、そうだよ、の、うん、逃しちゃうとね、タイミングも時期もね、うん、難しいですから、産みたさと比例しない、しないね、うん、人類多すぎるんですか、人類多すぎますね、72億ね、そんなにとかだよね、すごいくない、すごい、いやー、どうなることやら、なんか単純にさ、酸素とか足りるのみたいな気持ちになる、よくわかんないんだけどさ、ピュアな意見もうなんか、それだけ、もうなんていうか数でしか考えられないからさ、あ、そうだね、そのそだ誰かが吸える酸素が何ミリリットルとして、そのそうそうそう限られてないのタイミングでどうなのか、緑植えとけばいいの、緑も足りないしね、砂漠か、うん、なかなかちょっとこのラジオは風刺を、風刺やで私さあ、もう言わん、言うのやめよう、なんだなんだ、やめとく、ほんわか言っていい、うん、風刺をしたつもりだった、うん、でも誰にも風刺と取られないで終わったネタがあって、ないない、ちょっと後で言うみんなもどれかなと思って、言えないやつ、ではでは、もうね、風刺を風刺と取らないピュアな、うん、素敵な心持ちの人、私も結構斜めから見ちゃうから、そうなんだ、私もでもあんまりなんか割と無責任タイプだ、そう、うん、なんか新聞でも報道でも、うんうんうん、なんか どれのことを聞いていいのか分かんないやと思って、なるほどって全部本当は多分こう全部聞いてさ、うん、私はこれみたいな、うんうん、でなんかこう主張しなきゃいけないんだけど、うん、なんか消極的ですよ、選挙とかも行くけど行くけどさ、やっぱ正直そこまで分かんないっていうのもあるしさ、でも確かにあんまり主張しちゃいけない職業でもあるわけじゃん、そうね、なんか例えばもう野球チーム一つとっても、うん、政治一つとっても、うんうんうん、宗教とっても全部その言っちゃいけないし、言わないべきだと思う、私も、まあ、関わる、例えばテレビなら局によっていろいろあるでしょうか、私影響力ある人の言わないっていう選択も絶対大事だと思うから、うん、もうちょっと隠して、別に本当に思ってるところ自体はいいじゃん、マジで、ね、本当にダメなんだね、激しく主張して扇動すぞみたいなわけじゃないんだから、そういうのはしないからまあいいんですけど、ちょっとケーキが美味しくて進むな、美味しいね、なんかイチゴがすごいブリブリ入ってて美味しい、ありがとうございます、うん、ブリブリじゃないな、ゴロゴロだなゴロゴロブリブリおめでとう、ありがとう、おめでとうっていうシンプルなメールがいっぱい来てます、お、ではメガネさんからいただきました、はい、キムさん、スナオさん、明けましておめでとうございます、おめでとうございます、おめでとうございます、本日スノーさんお誕生日おめでとうございます、めでたい、ありがとうございます、最近念願のショートカット要素も追加され、ショートカット好きとしては嬉しい限りです、確かにそういうのもあります、やっぱ馴染むね、いいね、ショート楽だね、うん、ショートいいよ、いやいいよ、であえて言えばインテリ要素があるともっと押せると思います、時間になっても寝ててたるぴより遅刻したりするダメな部分と時事ネタも深く突っ込んでいけるインテリ要素とのギャップとかがいいんじゃないでしょうか、今タイムリーな話題です ね私今最新の、うん、最新なのか、
バカ野郎のインテリあのほらライスミルクが来るってとかそれインテリじゃなくてただのさワイドショーとかで見たやつみんなインテリじゃないですでもスーちゃんって賢いんですよ何ですかそれ賢いじゃん分かんないけどね、うん、なんかでもそう言われると嬉しいざっくり見てうちの店の中では賢いジャンルでしょやったバカが賢いだったら完全に賢いだよでね学がないのよ本当にいやあるあるいやでも世界地図とかマジで並べらんないよなんなんなん国がどこにあるとか全然わかんない日本以外は多分ね、うん、あんまりわかんないなるほどね、うん、結構うちの店って、うん、賢そうな人がバカだったりするよねそうなんだねなんかそのスーちゃんとかもさ賢そうだけど、うん、地図並べられないとか、うんうんうん、私もやっぱグループの中ではハキハキしてるから賢っぽく見えるけど、うん、地図並べらんない、うん、でも毛系のマヒルとか、うん、ホワホワしてるけど、うん、英語ペラペラじゃん賢い、うん、いやそういうの超かっこいいじゃん、ね、かっこいいじゃん私もなんかやっぱ英語とかが憧れる英多素とかもさ、うん、わけわかんないけどさ、うん、歴史とかわかるわけよ偉いね伸びしろあるね全くこれ知ってるっしょみたいな常識知らない時あるんだけども、うんうんうん、学はもうすごいある、うん、っていう片やみりんさんとかは、うん勉強できないけど、うん、全てかなんかあの人は賢いじゃんなんかね本をがね考えっていうかなんか、ね、多分遺伝子が秀でてるよねなんかねそうね、うん、いいもの持ってるよねだから賢いにもいろいろあるなとは思うんですけど、うん、そうですねスーちゃんは遺伝子賢い方で遺伝子は賢いと思う思う、うん、お父さんは割とちゃんとやってましたお父さん賢い、うん、みんなお父さんとか賢いよねでもお父さん賢いと意外と娘がおかしくなっちゃうんじゃないだって英太さんも家業結構賢いもんそうなんだ、うん、そっかそっか、うん、先生みたいな先生そう勉強の先生じゃないけど、うんうんうん、先生的なポジションだし、うん、うちは魚屋なんてダメですけどいや魚屋もう魚屋そっかあんまり周りにいないから分かんないみんななんかすごいね、ちゃんと、うん、すごいなすごいね、ちゃんとすごくてすごいリサちゃんのお父さんとかも、うん、すごい、賢い、うん、なんかでも、やっぱ、うん、結構大人になったからさ、はい、なんか分かっちゃうな、何がこんなこと言っちゃあれかもしれないですけどこいつちょっとバカだなっていう人がたまにいるねいるっていうことが分かるようになって悲しい分かるもうほんとしんどいなっていう人いるよねなんていうかそんなことじゃなくこう和気あいあいと誰しもとニコニコやってきたんですけどやってきてるんですけど中でもやはりこの人ちょっとちょっとみたいなことがやっぱあるんだなあるよでもだからなんかあると思うんだよ逆にね、うん、この人はちょっとあれかもしれないけど、うん、米に絵描けるとか、うん、なんかあると思うんだよあるね何かいいところを見つけようとしたいね そこだけをちょっと抽出して、うん、バカにしちゃいけないなって思うんだけどいけない、うん、思うんだけどやっぱ目に行きましたでそういう時にあ、うん、なんか自分も小さいなみたいなわかんないけどそうなんだよなぐじぐじ言っちゃう自分がねいやそれ言わないけどさ思っちゃうやっぱね拾っちゃう思うもんね拾っちゃう気持ち、うん、あーまたそういう感じでやりますみたいなあーうんそっかうんオッケーそんなのねそうねっていうそうねなんとか私もね今年から、うん、あれなんですよなんすかに日記をつけてるんですよいいじゃんほぼ日記を買いましておお。で、うん、確かにめっちゃ書いてるめっちゃ書いてんだけどしかもボールペンだすごいね1月4日のところに、うんうん、ここで、うん、向こうまでびっしり書いてるんですけどすごい書いてる4日に、うん、悪口はあまり言わないようにしたいって書いてる、うん、結構もうちょっと前の話ですおととい一昨日振り返ってたもん、ね、まあ言わなきゃいいんだけどねで言わないよ、うん、
言わないんだけどさ、思っちゃう時点で心のあれがね、なんかでもちゃんと言う人っているじゃん、逆にね、うん、そいつのためにみたいな、わかる、それじゃダメなんだよおめえはって言う人の方がやっぱ私はかっこいいなって自分がやんないから思うよ。でも私それやってきたんだけど、うん、結局、うん、ストレス用の胃薬を飲む羽目になった、うん、辛いねうちさお父さんも腸胃潰瘍持ちで、家系だったんですよ、うん、胃が痛いのは、うん、なるほどね。なんでやめます今年から怒りを、うん、怒りのない夢見ねえ。いや怒りは出すけど、うん、その人のためにとかはエゴだなと思って、まあまあまあその人のためもへったくれもなく、うん、自分のために怒るときは陰でうんってなって、うん、怒るな怒り、なるほど、別に何も言わない、うん、いや私もでも言わない、うん、言わない方がいいね、すぐ遠巻きにしちゃう、なんかもうすぐにそういう人もいるよねの島にいる、あ流すねもうね、うん良くないなって思う。そのね時間ね2015年ないなと思った。そうなの。それを時間足りないです。冷たい話ですけどね。時間もったいないと思ってしまうので、良くないと思うんですけど。すいませんね。普通に反省会しちゃった。冷たいんじゃないかなって思う。お、モノトーンさんからいただきました。ネモさん、スーさん、明けおめたのピヨ。明けおめたのピヨ。誕生日プレゼントに新しいニット帽でも送ろうかと思いましたが、お金がないのでやめておきますね。ありがとうございます。お気持ちだけで、今日のテーマについてですが、太もものほくろを推し要素としてあげます。絶対領域からほくろが一つ見えるだけでエロさが3割増しになると思うんです。みりんちゃんとか太ももにほくろがあっていいですよね。ほくろ絶対領域で使えると評判のブロマイドももっと使えるものになるはず。いいね。なるほどね。じゃあちょっとここって決めて、いつもアイラインとかグリ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 書いちゃう。スタンプ、スタンプポン毎回同じサイズにさ、確かに間違いない、押せるでしょ。流行るんじゃない、もうあるのかな、うんうん、ありそうだよ、ね、ありそう。だってやっぱ椎名林檎さんとか、うん、ほくろね、逆に取っちゃったよね。あ、取ったのか。取ったよね。セクシーだなと思ったけどね。そうだよね、うん、でもやっぱセクシーだよね、うん、いいよね。なんかよく何でできてんのかなって感じ。でもスーちゃんもさ、ほくろかわいいよね。これでも多くない？多い。でもね、私もね、うん、増えてきちゃった。そうなんだ、うん、なるほどね。さらに増えてる。基本的に胸にいっぱいあるんだけど。あるね、あるね。また増えたの胸に。そうなんだ。もういらないんだよね。お外の仕事が多いの？なんか目から入る紫外線でほくろとかしみできる。そうなんだ、うん、で、胸にできるの？いや、別に場所はわかんない胸ができやすいんじゃないのなんか。そっか、私結構ここにできたのが衝撃ない。え、あ、ほんとだ、ある。ここにあったの知らなかったの。いや、そんなの分かんないでしょ、絶対。去年まで知らなかったんですけど。知らないよ、私もあるかもしれないけど分かんないよ。うん、ずしおまるさんからいただきました。ねむさん、すーさん、こんばんは。こんばんは。そしてすーさん、ハッピーオバースデー。ハッピーオバースデー。偶然ですが、私の誕生日は1日違いの1月9日です。誕生日が近いだけで謎の親近感を感じることができ、推しにも力が入るというものです。いいね。ありがとうございます。スーさんは誕生日にもらったもので印象的だったものなどはありますでしょうか。私が今年もらった早めの誕生日プレゼントは Amazon カードです。改めてお誕生日おめでとうございます嬉しいよね。ありがとうございます。私はあれですね、今年まだやってないんですけど、欲しいものリストを Amazon去年一昨年ちょっとやってみたんですけど、はい、そしたらなんかその大人たちの悪ふざけっていうか、味ポンが8本届いたり、白だしが8本届いたりみたいなのがあったんですけど、ストックに困らない。でもね、ちょっとやっぱ多すぎて、うん、やっぱね、鍋パーティーとかしても全然減らないの、うん、基本的に一人で使ってるからさ、うん、だからちょっとね、そう、食べ物はたくさん送っていただいても、あの期限が来ちゃって、結局何本か捨てる羽目になってしまったので、ね、それもったいないですね。申し訳ない、ちょっと使い切れないので。逆に何がいっぱいもらえたら嬉しいですか。わかんないけど、本当あれですけど、石鹸とかならいくらあってもいいんじゃない。石鹸こそ結構使うのに時間かかるから邪魔じゃない。うーん、結構あの
インターネットのウイニャンとかは、うんうん、トイレットペーパー買ってるもらったそうだね、トイレットペーパーも入れてた、欲しいものリストに。花セレブとか、花セレブいいじゃん、よかった。あとでも去年はバスミルクとか、あとバスソルトとかいただきましたけど、すごい良かった。じゃ今年はいろいろな帽子を、そう、私も帽子だらけにしようかなと思って、いいね。あれ同じのは届かないようになってんの？いや、もう誰かがあげましたってお表示は出ないの？一応ね、誰かがあげちゃったらリストからは消えるんだけど、じゃあいいじゃん。でもなんかタイミングによっては2つ揃えちゃうね。じゃあお揃いで、そうしましょうそういう感じで。私は食器がいいな、食器、潜水食器。いやさ、物草だからさ、うん、もうメラミンとかがいい。あー、割れない。そう、怖い木とかいいよ、木。あ、でもダメだ、いいね、カビ生やすね。あ、それも嫌だね、うん、そうなの、その、いたずらにまたいたずらにみかんがいつ飛び込むかわかんないから、お椀がね、ふわってなってるかもしれない。みかんの可能性を危惧して生きていかなきゃいけないっていうそんなことありますみかん未知数だらけよ。続きまして、文太さんからのお便りです。ねむけんすーちゃん、こんばんは。こんばんは。僕は失礼を承知で申しますと、デッパフェチです。出ましたよ、出た出た、タヌピオの硬いお客さんです。硬いデッパには夢があり、希望があります。皆さんからするとコンプレックスかと思いかもしれませんが、デッパの武器です。そうなの。というわけで、同じくデッパの夢見ねむさんと一緒にデッパ組インクを結成してはいかがでしょうか。デッパ組インク、あれでも、デッパ組でデッパの人って、でも、いやでもリサもね、結構派出てる。はいはい、リサはなんかぎっしりって感じ、ね、ちょっと、うん、確かネズミっぽい。私がザ・デッパって感じなだけで、うん、しかも私もお母さんに、うん、歯引っ込めたいってちっちゃい時にお願いしたのに、うん、いやそんなん別にガタガタのうちに入んないからとか言ってやらせてもらえなかったんだよね。強制ね。でグーって毎日押してたんだけど、うん、全然治んなくて。そうなんだね。私さ、なんか歯ぎしりがひどい今らしいんだよ。いやもうずっと分かる。でも私もだよね、多分。そうなんだ。なんか私も一時期、うん、すごい病んでる時期にすごい歯ぎしりやったっぽい。多分もう昔からずっと。あ、昔からなの。それでなんか虫歯ばっかりできるから、うん、なんかできやすいのかなと思って検索したら、歯ぎしりが結構原因、うーん、削れちゃってるっていうとか、なんかもうやばいと、もう歯割りますよみたいな、割れるとやばい、めんどくさいみたいな、うんうんうん、と思ってなんか買ったの、歯ぎしり防止マウスピースみたいなの買ったの。あ、私も気になってるそれ。なんかお湯で柔らかくしてキュッてやったらフィットするよみたいな、うん、へー。そしたらさ、上の歯と下の歯の段差がありすぎるから、なんか、うん、変な感じになっちゃって、ハンガーってなるんだよ、なんてなってるから、うんうん、口も閉じないです。なんかこうマウスピースが来たことによってこう常にこういう状態でも普通だったらマウスピースがあってこれぐらいなんだよ。ずっとスネ夫みたいな感じじゃん。でもマウスピースがあって普通になるはずが、私はこうなってるから、うん、こうなっちゃうから辛い。でも歯ぎしりって、うん、すーちゃんさ、島に流すとか言ってるけど、うん、言いたいこと言えない人がやる、なんでやつだよ。意外とストレス溜まってんじゃない。溜まってないと思うけどね、うん、言うほどのこと食らってないもん。で最近はもう平気なんだけど、うん、もうちょうどもうあれ出会って入ったぐらい、6年前とかがやばかった、うん、そうなんだ、うん、へえ。あれだ、あれって言った時だ、自分と戦ってた時だ。そう、やばかった時ね。なるほどね。まあもう大変でしたね、うん、そんなには、うん、でもなんかあんまりにもポジティブな人、うん、もう良くないっていうね。私もでもあんまりポジティブタイプだからさ。いや、そこまででもないし、ちょっと悩んだりするじゃん。一応悩むんだけど一応ね、みたいな。なんかうわーっていう出来事が起こった時に、うん、これは何かいいことのフラグなんだろうなっていうことにして、超ポジティブ。そうやば。だからそうですよ、そのあのなんか、なんていうんだっけ、バス、高速バスに乗れなくて、やばい、東京に帰れない、やばみたいな時も、いや、
もしかしたら大阪でやり残したことがあるのかもって思ったら大阪にノートパソコン忘れてきた。うわー、あぶねえと思う。よかったよかったと思って、っていう風に生きてきてるからよくないと思う。でも帰れないんでしょ。うん、帰れない。次の日あのなんていう、格安旅客取って帰りました。すごい。なんかわかんないけどすごい。こちら。本当だ、全然そうだね、全然セーフみたいなことじゃなくて、そもそも忘れてるっていう、忘れてるんだけど、うん、ノートパソコンを探すために大阪に残ったんだなと。東京に帰れなかったのではなく帰らなかったんだ。でもね、そもそも忘れなきゃよかった話だよね。まあそうなんですね、ほんとね。きっとあそこに忘れたんだって思ったところとは全然違うところから出てきて、もうわからんと思う。ほんとに自分のことがわからん。でも出てくるんでしょ一応ね。一応出てくる。すごい。なんかでもやばいと思う、このまま行くと、うん、やばい。何かすっごい大きなものを落とす気がする。いや、なんていうかその年齢を重ねて、うん、なんか忘れちゃう系の、あやばい、ボケ的な、うん、そうそう。でもそれももう慣れてるから乗りこなせんじゃない、うん、ボケを乗りこなせる老人に。本当にボケた時は本当怖くて、うん、なんか週一でこれやってたらボケないでしょ。そうそうそう、だからこういうのを やんなきゃダメなの。もうやばい、ボケボケた時の悪になっちゃった。やだ。いやでもやっぱ、うん、いい年になってきたところで、はい、突然趣味を辞めたり、うん、あと会社が定年になってねとか言って、ルーチンワークをパッて辞めると思う、うん、もうみるみるボケていくんだって。でもすーちゃんのルーチンワークといえば、うん、これだけ、うん、やめないでおこうね。やめないでおこうね、うん、ちょっと大事です。終わったらすーちゃんボケちゃうかもしれない。すいませんね。じゃあそろそろ。そうですね、次のジャヌピオが1月8日と被るのが2026年らしいんで、2026年までよろしくお願いします。すごい遠いね、あと11年。私2020年にめっちゃ運気が低いから、その時1年引っ込むのかもしれないから、その時もしかしたら1年スカイプでやるかもしれない。そうしよう、うん、それ臨機応変に出れない表にありえるから。逆にね、久々に映像でやりますってなった時もう大歓喜。本当だよ。わ、見える見える見えるラジオだ。続きまして次は、はい、14日ですかね、うん、14日。私はちょっと撮影が入って慣れ取りがあるから深夜だな、これ。この前もど深夜だったんですよ、これ。もしかしたらなんかちょっと、なるほどね、言うかも。多分これが結構夜座であって、うん、これがあって、投げる、これが来てる。最悪字で、字でいきます、はい、じゃあちょっと来週あるか分かりません。字かもしれませんが、できるだけやれるように頑張ります。なんかやれたらやります。私もこの辺は結構やばい。字にしとくか。字かも分かんない。字か何か、字か何かで、うん、ではでは、あ、ん、じゃあちょっと、あ、でも長くなりそうだな、これ。一言で、はい、ちょっと初めてのお便りをいただきました。モズさんからのお便りです。ニムさん、スノーさん、こんばんは。こんばんは、こんばんは。毎回楽しく拝見しています。先日の放送で芸大の大学院の話が出ていたのでメールを送ってしまいました、うん、大変私事ですが、先日東京芸大大学院に合格しました。おめでとう。受験勉強期間に電波組にドハマりしてしまい、ダヌピオアーカイブの誘惑から逃れるのが大変でしたが、辛い時とても元気をいただいていました。現在は理系の大学に通っているので、来年度から人生初の美大生活にドキドキです。ゆめみ先輩、何かアドバイスなどあればぜひ教えてください。ゆめみ先輩、ゆめみパイセン、リスペクトパイセン、なんだっけ。学校に行ってない、うん、ここに行かない、いや行った方がいいよ。東京芸大は、うん、あのバタ丼っていう、うん、豆腐と、うん、あの豚肉の丼をマーガリンで炒めた丼が美味しいんで、それをぜひ食べてください。頑張りましょう。アドバイス頑張って。じゃあそんな感じで今週も終わりということで、はい、今年も1年のんびりやっていけたらなと思ったの。のんびりやっていきましょう、うん。
よろしくお願いします。うまい。こんなもんで、はい、じゃあまとめて、はい、ではちょっとメール読み切れなかったのですが、皆様からの推し要素をちょっと少しずつ含んで、よりじわじわね、より推し川になれるように。推し川いいな。推し川いいよ。推し川素直いいね。解明するか、ついに推し川に。吉川も縁起いいけどね。そうなんだよね、吉っていいよ ね、いいね、吉って、うん、では、はい、今週も最後まで見てくれてありがとうございました。そして2015年もタヌピをどうぞよろしくお願いします。すーちゃんおめでとうございます。イエイエイ。ではお相手は吉川素直とゆめみねむでした。バイバーイ。